おはようございます。普段重いのやらないんですけども、ベンチですね、ちょっとウォーミングアップ、軽くやって、今から、65キロですね、65キロ一回ちょっとやってみようかなと思います。なんとか10回できましたということで、一応バー5キロ換算してます。ちょっと何キロか実は分かってないんですけど、10キロもないのかなと思いました。で、久しぶりにちょっと5キロずつ足して、75キロですね、1回でやってみようかなと思います。ちゃんとタイマーあるんで、今少し話したんで1分で、ね、はい、1回セットしました。今日ね、現場予定で早く来たんですけど、社内仕事たくさんあるだろうということで、社長外してくれて、急に内勤になったんで、内勤だと全然ね、9時始業なんで、ね、2時間ぐらい早いんで、まったり筋トレすることにしました。実は昨日してないんですよね。おかげですごく腕だけ焼けました。会社行事で釣り行っててすごい暑かったですね。日焼け止め塗ってなかったんで、普段日焼けしてるんで大丈夫かなと思ってて、彼女をヒリヒリしてます。油断大敵ですね。ということで、はい、ちょうど出しました。で、このアイボテックスのベンチね、やっぱりこのレッグエクステンションあるんで、位置がちょっと高いんですよね、やっぱり。どうしてもこいつのね、長さが確保して、プレート入れたりするん で、 で、足つかないんで、ちょっと発泡スチロールの台を足元に置いて、一応踏ん張れるようにしてます。ということで、久しぶりですね、ちょっと普段あんまり全然重いのやらないんですけど。はい、8回できるかなどうかなということで、8回目標でやっていきます。全然ダメでしたね。6回です。まあ、セーフティーちゃんと抱えるようにしてるんで、潰れてもよかったんですけど、潰れると、もうそのポジションを持っていくのがちょっと面倒で、やっぱりプレート抜いて、ね、両方抜いて、この台に立って、よいしょってするのが結構面倒くさいんで、ちょっと、オンワンレップ行こうかと思ったんですけど、ちょっとやめておきました。これで、ワンレップでもいいで、久しぶりにせっかくなんで、ちょっと足そうかなと思います。75、85、1回目標でやろうかなと思います。やっぱり重いものでレップ数が小さいとすごい息が楽ですね。普通に話ができます。だからスクワットとかも基本重いので5回、6回でやれたらいいんですけど、その分やっぱパンプ感がね、低くて、なんかやった感が少ないんで、どうしてもやっぱり軽いのでいっぱいやっちゃう、そんな感じです。じゃあ1回ワンレップ目標でやります。
潰れそうです。尻上げないと無理ですね。立ち上げでなんとかというところです。ということで、また軽くしていつものようにちょっと10分ずつ稼いでパンプ楽しんでやっていこうかなと思います。今日ここまでにしておきます。はい、ご視聴いただきありがとうございます。